ジャパンブランド育成支援事業について説明させていただきます。この事業は複数の中小企業の方々が連携し、優れた素材や技術を生かし、その魅力をさらに高め、世界に通用するブランド力の確立を目指す取り組みを支援しております。中小企業の海外販路の拡大を図ることを目的としています。本事業は単なる海外販路の拡大だけではなく、ブランド力の確立することを支援しています。開発された商品について、その性能、品質、デザイン等の特徴が海外マーケットにおいて信頼を得て評価されることにより、同種またはその類似商品に比べ優位性を確保し、より高値での取引や長期にわたる安定した取引を実現することを目指し、海外において継続した販路を確立することを狙いとしています。続いて本事業のスキームについて説明させていただきます。本事業は4社以上の連携する中小企業グループに対し2段階の支援を行っております。1つ目は戦略作成段階での支援です。海外においてブランドの確立を目指す目的のもと、事業に参加する中小企業が共通認識を作り、自らの現状を分析し、明確なブランドコンセプトと戦略策定をするために専門家の招聘や市場調査などを行うプロジェクトに対して支援を行っております。2つ目はブランド確立段階での支援です。具体的なブランド確立および海外販路拡大を図るために、専門家の招聘、新商品の開発、海外展示会への出展に対して支援を行っております。海外においてブランド力を確立するためには複数年にわたるプロジェクトが必要となってきます。このため本事業では最大3年間の支援を行っております。毎年多くの中小企業の皆様に応募をいただいており、本年度は162件の応募に対し78件の採択をさせていただきました。本事業を活用し、海外展開を目指す中小企業の皆様が少しでも海外販路拡大を実現していただければと思っております。